皆さんこんにちは。店長武蔵チャンネルでございます。バイク店をやっておりますので、その中にあってですね、いろんな業務ですとか、あとはね、販売する車両の紹介とかですね、もちろん新車もやらせていただいておりますので、新車の紹介とかですね、そういったこともやっております。はい、いつもご視聴ありがとうございます。今回は、以前もやったかと思いますが、 NGK の、プラグのキャップがですね、ちょっと溜まってきましたんでね。で、プラグの箱のこの蓋、なんていうんですか、これ表と裏みたいなのあるんですよ、こうやってね。で、ちょっと先端の形が違うんですよ。で、これをですね、集めるね、捨てないで、 NGK さんはですね、これで年末とかに、プレゼントみたいなのやってるんですよ。なのでバイク屋さんはですね、これを大抵集めているということでございます。はい。で、台紙にこれ貼るんですよね。で、どうして、前はですね、この型番の入ってる側を、集めていたんですが、ある時にですね、そっちじゃない方、反対側の方、こう形がちょっと三角形が違う形のやつ、こっちの方を貼って送ってくださいっていう時があったらしくてですね。で、それからというもので、だからこっち側ばっか貯めといたのに、こっち側捨ててた、ってちょっとトラブルになりかねないですね。そういうことがあったみたいですよ。そういうことで、両方集めると。そのうち箱の真ん中の部分とかね、いろんなことを、やってくるような、そんなことはないですかね。はい。なのでこうやって集めてるんですよ。で、一個一個本来はね、袋にすぐしまえばいいんですけど、ちょっとね、面倒なんで、ちょっとプッとその辺に、入れとくんですけど、そしてこうやってたまにですね、仕分け、そして袋。でもこれ貯めるようになってからですから、でもそれでもね、うちは2年ぐらい使ってやってますかね。ただ全然たまんないですね。これ普通のいわゆるね、バイク屋さんだったらあっという間1年でもうパンパンになるぐらいたまると思うんですよ。プラグはね、やっぱ結構使いますので、で、うちはどっちかというとね、中古車を仕上げる時に使うぐらいなので、まあ、でも最近はちょっとね、近所の、仕事で使われている方が、会社のね、ありますので、多少はですね、出るようにはなってるんですけど、これこっちかな。そう、やっぱりプラグ変えないと調子悪くなったりするんですよね。ジャイルキャノピーとかね、かなりシビアなようで、普通のね、バイクっていうかスクーターだったら1万キロとか全然問題ないような感じでも、ジャイロだと不調になるんですよね。で、最初分かんなくて、プラグだってプラグとは思えないじゃないですか。ただプラグ変えたら直っちゃう。プラグ外したらなんかやっぱり少しっていうか、かなり減っちゃってるんで、ターミナルのところがね、ターミナルって言わないですよ、何て言うんですか、この部分ですよ、この減るんだなと。確かにね、仮想庫だったらなるんですけど、わずかね、5000キロだ6000キロかでね、そんな減るなんてあんまり考えられないなと思ったんですよ。ということでですね、定期的に変えなきゃ不調になっちゃうんで、ということです。さあ、そしてこれをね、とりあえず取り入れて、で、また貯めると、まあね、増えてきたらまたここに入れるっていう感じなんです。はい。それで、今日はですね、こちらの R150RS、 ちょっとあと最後鍵がですね、1個しかなかったもので、鍵の作成をですね、先ほどこうやってやらせていただきました。はい。その映像はないんですが、まあ、鍵なんでね、こんな風にして作ってるっていう、まあ、よくホームセンターでね、こうグラインダーみたいなキヒッキヒッキヒッってやってるのあるじゃないですか。ああいうのも一つのあれですよね。で、うちにあるのはこう2枚重ねてこう上からカッターみたいなパチッパチッって切るやつなんですよ。はい。で、できない鍵も結構あるんですよ、それだと。あと最近車とか、まあ、BM もそうですけど、こうなだらかなやつ、それだと、うちのやつだとやりづらいんですよね。
こういう、まあ、ダイハツの鍵とかね、こうちょっとこうなだらかになってるんですよ。パチパチパチってなってない、あの昔の鍵みたいに。そういうのはこういうカッターのタイプは綺麗にできないんですけど、で最終的なところはちょっとヤスリで削って鳴らしてですね、はい、で2つ、1個はあのコピー機でとりあえずちょっと厚みのあるのが2枚重ねられないもので、コピー機で1個作って、それで、純正のブランクキーを使ってもう1回切り直すと、はい、でもちろん確認してですね、でちゃんと全部回るんで、はい、OK ということでございます。で鍵の作成風景についてはですね、過去の、古い動画にありますのでね、もしよければですね、それをあの発掘していただいてですね、ご覧いただけると幸いでございます。再生回数多分かなり少ないんじゃないかと思いますので、はい、100回、私も最近は見てないんで分かんないですけど、100回とか行ってないかもしれないですね、はい、まだそんなに、はい、最近はありがたいことにね、100回以上は普通にあの見ていただけるようになりまして、ありがとうございます。はい、過去ですね10回とかね、そういう動画も多々あるわけでございます。はい、さてそんな感じで、であの BM の鍵って面白いのは、まあ、鍵の構造を知ってる方はお分かりかと、ただピンがねこう出てるのを、長さの違うピンがあって、でそれをこっちの溝で合わせるっていうだけの構造でございます。でこのピンが綺麗に収まってる、こう出ちゃってるから引っかかって回らない、外側の部分に。でもそれがピッと収まることによってスムーズに回ると、こういう構造になっているわけですよね。はい、で片側、この頃は外側に溝を切ってあるタイプなんですけど、大体日本のメーカーのやつっていうのは溝を片側しか使ってないんですよ。だから両方に溝あるんですけど、右にしても左にしてもこうピンが片側にしか出ないっていう構造なんですけど、 BMW の場合は交互にピンが両方に出るので、片側だけ切っても回らないんですよね。で両方ともちゃんと切らないと回らないっていう構造になっております。はい、だから日本のメーカーのやつとかだと片側だけ切ればとりあえずね作って、でこうやってやれば回るんですよ。もちろん裏返し、片側しか切ってないんで、反対側に、ま、あの裏返しにして入れようとすると回らないですけどね。はい、まあ、どっちがいいのかっていうのはなかなかね分かんないですけど、まあ、両方切ってないとダメなんで、まあ、見方によってはですね、まあ、セキュリティ上は若干高いのかなという感じもしますが、はい、まあ、何言ってるか分からないっていう場合もありますけどね。で最近のはあの溝が内溝になりましたから、ああいうのを切るためにはちょっとフライス状の見るっていうんですか、こう上からいわゆるグラインダーみたいなのじゃなくて、はい、上からこう回転してられてミーってこう削るというタイプになるかと思うんですけど、結構売ってますよね、安いやつとかね、あの海外製ので、高いのは本当に高いじゃないですか。だから安いやつ どうが使えるのかなとかね、ちょっと欲しくなっちゃったりするんですけど、でもまあやられ使わないですからね。あの仕事でやってるわけではないので、で私ここでカットしてますけど、これやっぱり仕事ではね、例えばお客様が来てですね、コピー機作ってくださいって言われるとちょっとできないですかね。難しいので、やっぱりそれなりのいわゆる販売車両でコピー機っていうか、あの純正でこう同じものをね1個しかない場合2つとかにやっぱり欲しいですから、それはやるんですけど、実際にお客様のだと難しいですよね。お金もらえるようなあのレベルではないのかなと、まあ、そうは言っても、まあ、切れてます別に回るんでね問題ないですけど、あと失敗する可能性やっぱりまれにあるので、そうすると純正キーとかでね、あの例えばやって失敗しちゃうとね、高いですから、それも難しいんですよね、うん、なので失敗しないようにもちろんねやるわけですけど、やっぱりねそのあたりね難しい、うん、難しいっていう感じもいたします。はい、さてそんな感じで今日はですね、でもお客さん見えないですね。ジョグのお客様ね、今日持ってくるっていう、あのリコールとマフラー交換っていうのがあるんですけど、あとオイル交換のお客様なんでちょっとあれなんですが、まあ言っても、あとかまだ時間はね、オイル交換のお客様はもうお約束してるので、ただその時間に持ってやっぱりあの重なるのはちょっと困りますかね、うん、どうですか、電話をちょっとね見て、うん、ない、それよりも電話のバッテリーがねもう 20% ぐらいしかないですね。充電しなきゃダメじゃないですか、ね、はい、さてそんな感じで今日も
やらせていただいているわけでございます。今日もいい天気ですけど、皆さんはどこかにお出かけになっていただけるでしょうか。やっぱりね、いろんな新型肺炎の問題で、やっぱ人あんまりね、こう人がいっぱいいるところには行かないっていう方もね、いらっしゃるかと思うんですが、はい、まあ、そんなことこそですね、オートバイとかに乗ってですね、ちょっとこう、田舎の方に行ってですね、走り回るっていうのもね、一つのあれなのかな。あんまりね、こう交通量ないところとかね、バイクっていいですよ。だってほら、密室の空間じゃないので、なんか風通しのいいところはいいらしいですよね。やっぱりあの密室の空間とかあんまり良くないっていう話もありますよね。はい、いいですね。日はね、バイクに乗ってどっか行きたいですけども、私はね、仕事をさせていただくわけでございます。はい、さて、そんな感じで今回も店長武蔵チャンネルご視聴いただきまして誠にありがとうございました。皆様からのコメント、そしてまあ、高評価、さらには低評価、お待ちしております。あんまり低評価お待ちしますという人いないですよね。うん、やっぱりね、知った激励の低評価っていうのもやっぱりね、あっていいのかなと私は思うわけでございます。はい、ちゃんとやれよとか頑張れよみたいなね、はい、そういうのもね、いいかと思います。はい、で何にも入んないのが一番寂しい。何でも見て、っていうのがね、なんだよこれ、低評価って、これまだそっちの方がいいですよね。あ、やっぱいいね、高評価っていうのもいいんですけど、そう言っていただけるとね。はい、あとはですね、まあ、チャンネル登録、あんまりね、私はあんまりチャンネル登録してくださいっていうことはあんまり言っていないとかと思うんですが、まあでもそう、ね、チャンネル登録していただけると幸いでございます。で、しょっちゅうアップしちゃってますから、よくアラームで来ちゃうではないですか。それカットしていただければ、来ないようにしていただいて、たまになんか面白そうなのあれからって、それ見ていただければね、まあ、流していただくだけでも結構なんですけど、音だけね、音だけ聞いていただければと思ったりもいたします。はい、目標は何ですかね、やっぱり余計なことありがとうございました。失礼します。